ゴールキーパーがその100試合出場の茂木柊、センターバックに川上龍と2試合連続のスタメンということになります遠藤源一、右に小石義敦、左に宇賀神智也、ボランチに北と庄司、両ワイドは左に久保田、右に横山、トップ下に柏木陽介、2試合ぶりの先発、ワントップはウンドカチャールズです。ゴールキーパーが2試合ぶりのスタメンの辻翔吾、今日は4バックを予想しますが、センターバックに小川と森下、左に山口、今日は J リーグ選手デビューになる木村が右のサイドバック、ボランチに谷本と深澤、トップ下に石浦、先日の同点ゴール終了間際でした、左に行くとも、そして右に曽根田、ワントップはペン・ダンカンです。の中へ右からの攻撃、外は遠目から防いだ茂木柊、折り返して石浦大河が後ろに戻して、谷本俊介の右足でした。間を抜いて選手が重なる、さあこの位置から前を向く、右に展開、ベンダンカンがゴール前で待っている、ベンダンカン頭に合わない、そして右足シュートは右左です、右足のシュートは左、行くとも時ダイレクトボレー合わせようとして流れたボールを逆サイドにいた行くとも時、18歳の行くとも時の思い切ったシュートでしたが、ゴールの左、柏木がワン、まあ、トップ下の形で今日もプレーを続けています。流れたルーズボール、さあ右からそのまま中へ、また下を抜いてゴールエリアの中、ベンダンカンか、そのまま左足シュートは正面、ベンダンカン、キーパーの茂木柊を抑えています。奪ったのは FC 岐阜、これを後ろからホイッスルはありません、ノーホイッスル、遠目からシュート、キーパーパンチング、エリア外からでしたけれども思い切ったシュート、キーパー正面、サイドを変えます、宇賀神から左へ久保田、久保田右足中へ行ってヘディング、右へ、もう一度この形で右足ボールを供給していってヘッドを合わせてはいったんですが、ゴールの右でした。今シーズンここまで2ゴール、スーパーサブの状態になっています。左足ゴールを浮かして狙いすましたんですが、左になり切れていきます。前節の松本戦も狙いすましたようなゴールでした。ちょうど枠内のギリギリのところを狙います。このシュートはわずかに左、J 選手デビュー、さあボールをキープしてドリブルで持って上がる田口優也、スピードがあります、遠目からシュート、田口優也からボールを受けて松本歩夢、受けて右足ジャストミートはしましたけれども、わずかにポストの左、つなぎます、中に供給、ポストになる、これを打つ選手がいない、遠目から右足シュートはポスト、軽めに打ったシュートでしたがポストに当たって跳ね返る、ここで選手背中を向ける形になって自陣パス、深澤が立って、そしてパスが通る、浮かして、これはゴールの上、ゴールは狙ったんですが枠は捉えていません、いいパスが通って受けられて、そのままダイレクト狙っていきましたがゴールの上でした。深堀俊平、前を向く愛媛、足がかかる、松本の足がかかってファウルを取られました、柳崎に対してのファウル、
ここもイエローカードが出ます。そしてレッド退場になります。松本歩イエローカードが出て、そしてその後レッドカードになりました。中に供給ヘディング、それていってゴールラインを割ります。この今のプレーで笛が吹かれて試合終了、結果スコアレスということになりました。お互いにゴールを決めきることはできませんでした。0対0で今日のゲームを終えました。